インタビュー。さあ今日はですね、パリに来てジャーナリストの宮下洋一さんにお話を伺います。宮下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここはパリの何区っていうんですかね。ここはパリの12区と呼ばれているところで、ナシオン広場っていうところなんです、はい、でここは大体あのデモとかが起きると、はいはい、この広場で終わったり始まったりするところで、フランスってほとんどこう、はい、毎日のようにデモとか、はい、ストとかあるじゃないですか、はい、でその、まあ、象徴的な広場です、うんうん。パリってね、その何区とかってあるじゃないですか。で、僕も5回目ぐらいなんですけど、なんとなく分かってるか分かってないようなんですけど、真ん中が1区。真ん中1。1、2ってどんどん広がって。カタツムリみたいに。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってなってて、はいはい。で、数字が多くなるにつれて、日本人がイメージしてるパリじゃないような、こう地区みたいなところがこうどんどん出てくる。ね、それ変な話ですけど、やっぱ基本的に中心のが家賃が高いとか、治安もまあいいとか、そういうことです。そうなんです。まあそういうことなんですけど、まあかといって、はい、中心に行けば行くほどそこはなんか空き巣とかもあるし、住みたくない人も多い、はいはいはい、よくも悪くもいろんなものがある。そうですね。であとやっぱりこう人によってタイプが分かれるから、はい、まあ自分としては僕はそのあんまり一等地みたいなすごい綺麗な、はい、その高級ブティックが広がるようなところよりも、はい、もうちょっとなんか庶民的な、はい、まあ少し汚い場所とか、人がガヤガヤしてるところ、はい、移民が集まってるところっていうところの方が、はい、まあ仕事柄、やっぱりこう、物語があるじゃないですか。はいはい、はい。そっちの方が。はい。そう、でもその高級ブティックあたり行くと、うん、もう何もこう、変わらないというか、はい、住んでてあんま面白みがないから、うん、あって、どちらかというと、少し外の方。なるしだ。まあそんなだけの理由じゃないですか。さすがに。いや、でも僕からするとここも中心地な、ね、その何区っていうバイアスがなければ感じしますけど、ここ住んで何年ぐらいですか？この場所に来たのは実は3ヶ月前なんです。あ、もう最近じゃないですか。つい最近。だけど、もうパリには取材でもう何十回も来てるから、はい、パリのことは知らないわけじゃないんだけど、うん、やっぱり生活してみないと、街って覚えられない。だから住んでみてやっとこう、なんていうのかな。今までおぼろげにこう見てた光景が、はい、もうこうなんかパズルみたいにハマってきた感じが今します。うんうん。私も宮下さんのね、ご著書とかも拝読して、やっぱりもう中身は元よりですけど、どうしても仕事柄僕もその本を書いた人とかの、やっぱちょっとプロフィールとかをすぐ見ちゃって、でそうするとこうね、スペインとフランスを拠点に活動されたり、アメリカに留学されたり、まあ僕はそういうのに憧れてできなかったタイプなんで、もうスペインも個人的にも大好きで、バスク地方でもサンセバスチャン行ったりとかすごい好きなので、なんかまさに、そのスペインとフランスを股にかけて、世界を股にかけてやってるんで、それだけでもすごく惹かれるんですけど、ジャーナリストってね、まあ本当に一口に言っても日本でずっと続けてる方とか、まあ出張で海外に来たりとか、いろんな方いると思うんですけど、そもそも、まあシンプルになぜジャーナリストになろうと思ったのか、そしてなんで日本じゃダメだったのか。一番これはね、子供の時代に遡らなきゃ、ぜひならないんですけど、小学生の低学年の時に、金曜ロードショーとかあるじゃないですか。ああ、懐かしい。ああいうのを見てて、はい、テレビのリモコンで、副音とかって、ね。はいはいはい、はい。で、あれを使ってて、あれと思って、なんでこの急にこの人は違う言葉喋ってんだろうってなったんですよ、ね。はい。で、その時に、なんか、自分の言葉じゃないって思ったんです。うん。この言語を、この人たちと喋れるようになりたいなっていう、漠然とした思いがあって、うん、で、それで小学校の高学年ぐらいから、自分で英語を勉強し始めて、はい。で、その時にもうなんかこう、親が、この子供はなんか英語が好きそうだから、はい。英語の単語帳とかを、まあ、買ってあげようみたいな感じになって、うん、ね、お風呂でも濡れても大丈夫っていう単語帳を。はい、ありますね。風呂単。そう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 。そう。それで、ラジオも濡れても大丈夫だ、ラジオってのがあって。あ、それは知らん。そうで、それで NHK の、英語放送とか、ね、はいはいはい、聞いてたんですよ。それでもう英語がすごいハマっちゃって、中学に入った時に、はい、中学1年の英語がすごい楽だった。うん、中学3年になった時に、英語弁論大会っていうのに出たら、長野県で優勝して。すごい。いきなり。その頃から、はい、まあ自分は本当に英語が好きなんだなと思って、アメリカに行ってみたいっていう思いがあったの、はい。で、高校の時に、アメリカに1年留学しようかなと思ってたんですけど、はい、うちの父親が、高校の1年の留学を選ぶか、大学選ぶかどっちかでしょって言われて、で、その時に、はい、まあやっぱり長くいたいから、うん、大学選んだんですよ。で、それで、あえて、その、アメリカの大学の推薦のある高校に入ったんです、ね。
あ、もう、それを前提に逆算して。そう。進路希望調査を3年間、3つの希望を書かなきゃいけないんだけど、はい、3つとも全部そのアメリカの大学を3年間書き続けたっていう。すごい。で、それでまあ、いよいよアメリカに行って、はい、で、アメリカに行ったら今度は、また別の言葉の人たちが集まってるんだな。で、この人たちの言語も覚えたいなと思い始めて。別の言葉っていうのは英語以外ってことですか？英語以外です。はい。スペイン語を喋る。うん、友達がすごいたくさんいたから、はい、でスペイン語を学び始めたら、うん、南米かヨーロッパにスペインに行きたいなと思ったんですよ、はいはい、で実際に交換留学生というかそのアメリカの学生としてアメリカ全土から集まった人たち100人でスペインに行ったんです、はい、スペインに1年間留学して、はい、スペイン語を話し始めたらなんかアメリカと違ってスペインのなんていうのかなすごい熟した文化、うん、人間の親しみ深い性格のスペイン人とかご飯も美味しいしなんかちょっと日本と似てるとこもあるなと思ってなんか付き合いやすかったんです、うん、でどんどんハマっていろんなところ旅行するようになったらもうスペイン語は結構ペラペラ喋れるようになっちゃっ て、そうは言っても大学アメリカに戻って卒業しなきゃいけないから一回アメリカに戻ってで卒業してでまたスペインに行きたくなってスペインに、はいスペインの大学院で勉強した後に、はい、その頃に本当は最初の大学院で勉強したのは国際関係とか国際機関の大学院だったんですよ。ジャーナリズムまでは行ってなかった。ジャーナリストになりたいって思ってなかった。今の話いくとね、どちらかというとその言葉とか。そうです。で、人と交流することがすごい好きで、はい、いろんな世界の人たちとの交流を、うんまあ、繰り返していくうちに、はい、まあ最初は国連とか、そういう国際機関で働きたいなと思ったんですけど、はい、大学院が終わる頃に、いや本当に自分は組織で働くことが向いてるのかって考えた時に、うん、いやあんまり自分は向いてないなと思ってで昔から輪の中に入れない子供だったんですよその輪の中に入ってみんなと同じことをやるくらいだったら、うん、もう全く違うことをやりたい輪の外に出たいっていう難しい子供だったんですよね今振り返ればね、うんまあ、その大学院が終わる時にやっぱ国連とかそういうのも向いてないかなと思ってじゃあ何をしたいのかと思った時にいろんな人たちとの交流をとか自分が見てきてる世界を伝えたいって思い始めた、はい、でその時にまあどういう仕事があるかって言ったらまあジャーナリストっていう仕事があるかなと思ったん で最初はそのスペインの現地の新聞社入りたいなと思って、はい、でまあ大学院卒業した後に現地の新聞社にまあ少し入って、こうやってみて、うん、それから、さすがにあの時代って、給料がすごい悪いんですよ、うん。ちょうど何年ぐらいですか？あれ、その時は2001年とか、ちょうど通貨が変わる時だった。はいはいはい。そう、現地通貨。あ、ユーロの前は何でしたっけ？スペインはペセタ。ペセタ。フランスはフラン。はいはいはい。で、そっから、ユーロが導入される年のその転換期にいたんです。そうか。はい。で、まだその、ユーロがすごい弱い。はい。経済力のない国っていうのはヨーロッパの中にたくさんあって、はい、でその一つがスペインだったんですよね、はい、でまあそこでお金をこう稼いでも、うん、食っていけないから、はい、まあスペインの月刊誌とか週刊誌っていうのはやりながら日本でまだ日本がすごい活気に満ちてた時代なんで、ああそうか、で日本の週刊誌とか月刊誌とかをまあやりながら、はい、その後はフランスに住んだんですけど、はいはい、でフランスに住みながらそういう仕事をし、そうしてジャーナリストになったわけです。あ、そうなんですね。はい、いろんなねなり方とかあると思うんですけど、じゃあまずジャーナリズムだったわけじゃないっていうことです。というか自然にジャーナリストになったパターンで、はい、最初からジャーナリストを目指したんじゃなくて。はい自分が生きてきた過程でいろんなものを見て伝えたいっていう思いが自然と湧いてきたんです、はい、それでどういう仕事があるのかって探した結果として、うん、ジャーナリストっていうそうか、まあ、後天的というかジャーナリストになることが目的というよりも手段っていうとちょっと誤解あるかもしれないです結果としてそれがっていう感じですよね、うんうん、今の不思議というか今の話伺っていると最初からその海外に対するさっきもじゃあスペインでその記者やろうと思ったとかさらっとおっしゃいますけど、まあ、もう渡ってたからっていうのもあると思いますけどなんかあんまり海外に対する、まあ、担当直入に言うとなんかビビるとかなんかちょっとさすがに日本人だから無理じゃないかなとかなんかそういうのっていうのは全くもう昔からそういう意味でもう畏怖してるとかなかった。今それ振り返るとものすごい単純な子供で、はい、やりたいことをただやる人と同じことは絶対したくない人と同じものを買いたくない、はい同じ服も着たくない。はい、で、まあ本当に、まあ問題児というか、もう厄介な子供だったんだなって今思うんですよ。うんうん、
だけど、その鈍感さがあったというか、まあ、そういうものを、そういう行動をしてても、周りから見たらすごい変なことしてる男かもしれないんだけど、気づいてなかったっていうのは、うん、今も高校の時の同級生の友達が、たまたまバルセロナで出会って、で、その彼が今パリで遊びに来てるんですけど、はい、彼にも昨日言われたんですけど、高校の時からあんまり変わってないよねって言われて、もともとなんかすごい自信過剰で生きてきたみたいだけどっていうふうに言われて、うん、あ、確かにそういうふうに見られてたのかなっていう思いは、今思うとあります、うん、自分をそれでも信じてやってきたっていう、うん、その鈍感さ、自信過剰なのかもしれないけど、はい、気づいてなかったっていう。やっぱり相当子供の頃とか浮いてました。めちゃくちゃ浮いてました。なんか、あえてちょっとステレオタイプにね、伺いますけど、その、今みたいな時代でもないじゃないですか。多様性じゃないけど、その中で我を貫く、そして長野県の、東京のど真ん中とはやっぱり違うわけですよね。そうすると、その中でなんかもう一人で世界を見てるじゃないですけど、なんて言うんでしょう。なんか部活やってたとかもないんですか？私はずっとバレーボール。あ、そこでも集団の組織な感じじゃないですか。集団です。はい。確かに。言われてみれば。はい。だけど、脇役にはなりたくなかった。なるほど、うん、やるんだったら人と違う、はい、一番こう自分が満足できる、うん、ことをやりたいと思ってたから、うん、もちろんだからずっとエースとか、はい、それ以外のことが考えられないちょっとなんかやっぱり日本人っぽくないっすね。まあだから多分いろんな意味で失ってきたものもあるんだと思うんだけどそのことはあんまり気づいてない鈍感なところがある。でもやっぱりさっきのね、一つの最初のターニングポイントで海外行きたいとかいろんな英語とかっていう時にお父様が高校行くか大学行くかみたいな、差し支えなればなんか ご両親はどんな感じの方で、例えばお父様もやっぱり例えば商社で海外いろいろ行ってたとか、どんな感じからここの宮下洋一が生まれるのかな。長野の田舎で普通に周りが田んぼがある、うん、まあ町で生きてきて、親も長野市の人 で、はい、で生まれ育って普通のサラリーマンをやってて、まさかそういうところからさすがにその商社の人とか東京にいっぱいいるようなね、そういうの両親とか違う、はい、うん、まあ、典型的な長野の田舎の人なんです、うん、ただ日本でバブル真っ只中だった時代に脱サラをしてるんです、はい、父親も自分を信じてたんだと思うんですけど、はいはい、でそれで起業をしたんですよ、うん、一か八かだったと思います、うん、だってバブル真っ只中で終身雇用制度の一番ね時代で、会社にいればどんどんこうお金も良くなっていくわけで、そういう時代にもかかわらずあえて仕事は自分でやりたいことをやるから会社辞めるっつって38歳で辞めて起業したんですよ。でそのうちのその父親が言うには、まあご長男だから田舎では、まあ日本的に言うと、まあ長男が会社を継ぐっていうのは当たり前みたいな風潮があるんですけど、まあそういうことよりも、確かに後継者がいないっていうことで何年も何年もこう悩んできたんだけど、その父親はずっと僕に言ってたのは、自分が好きなことをやって起業して、会社を作って、今こういう人生になっただけであって、自分がやりたいことをやった。だから、お前も好きなことをやって生きろって言ってくれたんですよ。はい。うちの父親は父親の人生を歩んで、一つのこう物語だったわけですよ、はいはいはい。だからそれを僕がやりたくないんだったらやる必要はない、自分がやりたい人生を歩めって言ってくれたから、うん、まあこういう生活が今進んでやりたいようにしてるのかなっていうのは思います。めちゃくちゃ素敵なお父さんです。背中を見てなんか育った感じですね。まあその中でいわゆるジャーナリストになられて、だからもう30年近いんですか、こっちで仕事を始めて2003年ぐらいから、うん、始めてるんで、はい、20年目ですね。あ、そうか。キャリアは20年目で、はいはい、海外生活は、1994年からなんで、来年で30周年。今までなんかもう帰りたいとか、なんか今の感じでホームシックとかなることないんじゃないですか。ホームシックは1回だけなったことあります。それは なぜアメリカの大学1年目で、ホームシックならずに、日本に帰ったんですね。帰って日本で夏休みを過ごした後に、今度アメリカの学生としてスペインに行かなきゃいけなかった。ああ、そうか。はい。で、その時に一人でもう成田からシアトルに飛んで、シアトルからニューオーク空港っていうのがあって、そこから100人のアメリカ人の学生が集まって、みんなでそこからスペインに行く。はい。その時に、いやもう全く知らない世界にこれから一人で行くんだと思った時に、シアトルのホテルで、ああ、もうこれあと1年間は日本帰れないんだなと思った時に、帰れないと思っちゃった時にすごいホームシックになって、でもそれ以来全くない
その時はちょっとしばらくホームシックもう。そう、ホテルでもう数えましたよ。あと何日で日本帰る。ちょっと今の宮下さんからすると想像つかないですね。そうそうそう。自分でもあれ、あのホームシックって何だったんだろうな。うん、でもまあなんとか乗り切って。そうですね。で、スペイン行っちゃったらもう日本に帰りたくないみたいな感じになっちゃって。はい。宮下さん聞きたいこといっぱいあるんで、もうなんかどっから伺おうかなと思ったんですけど、でも やっぱりね、今の話伺うと、僕なんかもずっと英語勉強してもなかなか、まあ、海外で長く暮らしてないんででもありますけど、6カ国語 ?6 カ国語って何ですか？日本語、スペイン語、フランス語、英語。カタルーニャの。あ、カタラン語。はい、はい。と、ポルトガル語も、まあ日常会話少し。と、2年ぐらい前からは中国語勉強してて、中国語も、まあ少しずつ。よく言うじゃないですか。なんか、一カ国学ぶと、次は特に欧州のは学びやすくなるとか、あと同時に学んだ方がいいとか、なんかその辺って宮下さんの感覚的にはどうですか？ 3 行けばいける。3。3行けば4。え、3行けば4っていうのは、まず3カ国語できるようになれる。日本語含めて。はい。日本語、英語までいける、はい、ますよね、普通は。はい。で、その次の言語を、まあ、いわゆる、ちゃんと喋れるようになれば、はい、その次の言葉はもう、あ、コツがつかめちゃう。出るんですよ。はい、もう必要な動詞が何なのかっていうことがもうなんとなく頭で分かってる。それはやっぱりそのヨーロッパ圏の言葉の似てる言葉、そうそう、似てる言葉だからっていうのもあるかもしれない。かなり近いって言いますもんね。そうそう、それもあるんだけど、例えば今中国語勉強してても、うん、もう絶対に日常会話で必要な動詞とかっていうのはもう頭に入ってるから、はい、言葉のつなぎ方とか、うん、そういうものをもう何十年も自分でこう考えて生きてきてるから、もう多分日本人は多分3カ国をまずできるようになれば、4いけます、はい。なるほど。ちょっと今日もうレベルが違う話なんで、ここいきなりまず3カ国語っていうともうなんかみんなちょっと目いるかもしれないですけど、日本語も入れていいんですよね。僕の個人的な悩み相談みたいな感じです。僕まあ日本語は当然喋れて、で、英語をこの10年ぐらい勉強してきて、ね、ただやっぱり日本にいながらですし、使わないんで、無理やり日本にいる外国人の人にインタビューする番組作ったりとかで、たまにインタビューしたりとか、まあ、あとね、あんまりトイックとかスコア関係ないけど、でも900点ぐらいはあるんですよ。なんですけど、やっぱり普段使ってないから、みたいなのもあったり、あの、喋るのはまあ最低限できても読めないとか、まあでもそういう人いっぱいいると思うんですけど、外国語の習得法っていろんな誤解があるんですけど、はいはい、あの日本のやり方だとやっぱ覚えないし喋れるようにならないですよね。一番大事なのはその現地に行くこと、やっぱり、まあ、それはもうもちろん必要なんだけど、まあ、それができないとしても間違えることを恐れたらまずダメです、はい、で、あの日本人の特徴として周りにどう見られるかっていうことを気にするあまり、ね、外国語になかなか向いてないんです、うん、まあ、奥美さんに、周りの空気が読めない。鈍感力がないとね。そういう人だと、はい、もうこういう人たちと普通に話しかけても恥ずかしくなかったり、うん、周りの目は気にならなかったり、はい、そういう人ってやっぱり伸びる。うん、で、日本の教育でのまま海外に行って、その国の言語を学ぼうとする人たちって、やっぱりその実践が足りない。と僕は思うの、はい、今までいろんな人たち見てきて、はい、あの家の中で勉強するんじゃなくって、うん、外に出てとにかく間違える、うん、間違えれば間違えるほど覚える、うん、でそれが一番の早い習得法だと思いますね。極論というかね、もちろん今これだけいろんなもう教材あったり手法あって、まあ、それも良し悪しあるにしてもそれ以前というかそれより今の部分がやっぱり一番大事っていうところですかね。そうですね。音楽とかも同じで、はい、もちろん、その、楽譜は読めた方がいい。だけど、それだけに頼ってくってると弾けないから、弾くことだけができても良くないとは思うんですよ。うん、あまりこう、真面目にその文法だけを勉強するとか、はい、楽譜だけを勉強するのではなくして、日本人があまり得意としない実践をやることです。なんかよくね、こう、いろんな研究データとかでも、意外と僕今43なんですけど、もう結構年取ってからだと、言語学とかって、一般的に言われて意外とその結晶化された知性は結構年齢が上の方がで最近そういうデータもあったりするじゃないですか。だから意外と語学やれ始めるの遅いってことないと思うんですけど、もし宮下さんが仮に今、まあじゃあ僕と同じぐらいで、まあ世代大体一緒だと思いますけど、40代とかで日本にいて海外はなかなか行けない。まあいろんな事情で。でもやっぱり英語かなりできるようになりたいとしたら、そんなお金もめちゃめちゃ大金をかけられないっていう状況だと、どうやって英語を、いや今なんてその街の中に行って、その僕は中学の時って
外国の先生とかがいなかったからほとんど、うん、たまに来てましたけど、はい、そういう環境がやっぱ東京とか都会にいればいっぱいあるわけで、僕に今多いです。今は特にね、その外国人なんていっぱいいるわけで、はい、で、まあそれだけじゃなくて YouTube もあるし、うん、昔はね、そういうので聞くことさえなかなかできなかったのが今できるから、はい、YouTube をすごい利用するっていうのは一つの手だったんですよ、うん。で、真似をする、はい。真似がすっごい大事。いや、とにかく、フランス語って特に発音が難しいって言われてる言語なんですけど、ね、それはなんかみんなやっぱり勉強しすぎてて、目に入っちゃってるから、文字が。その通り読まなきゃダメっていう感じで発音するから、相手に通じないんですけど、聞こえたままのことをそのまま言えば、完璧に通じるので、そこをやっぱりこう聞こえたままに言う。はいはい。その文字を考えない、見ない、はい、みたいな。あ、でも確かにうちも子供いるんですけど、一番下の子が今小1でいつも英語の本を一緒に iPad で読んでるんですけど、文字じゃなくて耳だけで聞いてそのまま喋ってるから、意外と僕からするとそれなんか学校の英語とは違うけど、でもなんか僕より下手したら濃くて、そういうこと大事って。まあ耳の人と目の人っていうタイプだから、それはまあね、一概に言えないんですけど、僕はどっちかっていうと耳でこう、育ってきたから、まあそういうふうに思うのかもしれない。はいはい、だけどそういう人じゃない人も、まあ実際にいるわけで、うん、どうしてもやっぱ目で覚えなきゃダメっていう人に。で、その人はその人たちなりのすごい強い長所があるわけで、はい、で、僕なんか耳で生きてるから、はい、目で生きて育ってないから、その分、目で生きてる人が持ってる才能っていうのは僕は持ったし、うんうん、面白い。まあ一生言ったんですよね。で、ただ一つだけ言えることは、日本の外国語教育っていうのは、コンプレックスを作ってしまう、うん。いろんな人たちをこの30年間海外で見てきたんですけど、外国語に関しては優等生だろうが、うん、勉強が全然できないってもう関係ないんですよ、はい。だからそれで英語のテストができる人が英語を学べるような風にしてしまうのよりも、うん、全然勉強はできないんだけど、もしかしたら英語の外国語の能力がめちゃくちゃ高い人たちがいるはずで、でそういう人たちを切り捨てちゃうっていうのは良くない。極端な例を出すと、東大の生徒が英語をペラペラ喋るかっていうとそうじゃない、はい、じゃあ大学を出てない人が英語を喋らせたら東大生よりも上手い、うん、こんなのいくらでもあるわけで、あ、そのテスト勉強によってあなたは英語はできないんですよっていうふうにしちゃうことは本当に良くない、うん、そうですね。いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内以外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、まあ、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも、皆様とお目にお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。